当たってそう？やっぱアイリスが可愛いかな。関係ないやろ。そやめてよ、反応困るやん。アイリス可愛いなって。やめてよ、やめてよ先輩。いやもうエキスポ待たなくてももうすでに分かってることや、これが。いやアイリス、あカメラ、ちょっと、あ、何、サービス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 、あーもう恥ずかしい。あ、可愛い。アイリス、どうしたの？肩やめな、肩。肩すな。肩すな。え、じゃあ今のうちみんな撮影しとく。撮影しとく。ピース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 。川柳はみんなしたくないと、みんな地獄を見たくないそうですね。あ、まあ確かにね。なるほどね。まあやっぱりフォトスポット、配信部屋フォトスポット、やっぱフォトスポットは人気なんですよ。人気ということですかね。何しようとしてるんですか。なるほど、なるほど。まあということですからね。何やってんだい。アイリス背高いから。アイリス、そうだね。めっちゃ背高いから、これってみんなと、みんなと同じぐらいの身長に。かわいいな。かわいいな。かわいいな。なんでそんなかわいいの。アイリス。はい、ということで、今日はなんかやたらいっぱいアイリスをめでたきますね。ありがとうございます。今日アイリスめでる配信だったかな。なんかかわいい。ちょっと言いづらいんですけど。かわいい。言いづらいんですよ。かわいい。見てくださいよ。あ、もう、幸せ。ふぶき頑張れよ、まとめまとめらんでよこんなの。ということで今回は本当に、お別れの時間です。ありがとうございます。宣伝隊長に言われたのでね、我々の宣伝隊長の過言ではないんだわ。我々の宣伝隊長ですよね。ということでみんなで考える最強のホロライブ。